ーからホワイトライお送りしました。はい、あのこの曲はかなりちょっと大人な恋愛を抱いておりまして、ね、はい、あの結構ね周りで感想を聞くと、はい、女性がなんかこの曲を好きっていう率がやっぱ高い、なんかその自分のその恋愛に重ね合わせる人が多いのかどうかわかんないんだけど、なんかそう、はい、なんかもうその人だけみたいな感じで、そうですよね、うん、見つめてるみたいな感じで、まあ結構ねその、まあ、辛い恋愛の曲なんだけど、はい、そのホワイトライっていうそのタイトルの意味が、まあ、直訳すると白い嘘なんだけど、あ、まああのまあ、意味は罪のない嘘っていう意味なんですね。これがあのだから相手がなんかその悪気があってついてる嘘じゃないんだけど、それはその相手の彼女とかにとってはものすごい痛いのよ、わかる？なんかその人を傷つけまいと思ってわざと嘘を言ったりしてるんだけど、それがなんかなんで嘘つくのみたいな、帰ってっていう、そうだからそのお互いの気持ちのすれ違いみたいな、そういうところをなんかこう主に信用してる感じなので、本当になんかこう大人な感じ、そうなんか割と子供同士の恋愛だとなんか結構直接的な表現がすごいガシガシこうぶつかり合えるんだけど、大人になったからこそある程度なんか距離を置いちゃったり、ちょっと相手のことを考えるがゆえにそれが裏目に出ちゃったり、そうなんかそういうところをなんかこう歌ってるから結構ね同じようなそのあーわかるみたいな、女の子だからなんかわかるみたいな、うん、なんかこう主人公のそのなんか心の動きっていうか、うん、でもその人のことは好きだからその嘘について言えないのよ。子供だったら言えるんですよね。そうそうそう、なんか簡単に言えそうなのに、それがなんか好きだからこそ言えないし、その人のことを憎んだりもできないわけで、はい、だってその人はその自分のためを思ってついてる嘘だったりするわけだから、はい、そうだからそのなんか感情の全部の裏返しがこう裏目に出ちゃってとか、いろいろねそのうまくいかないこうもどかしさっていうのが、はい、はい、この曲の中には詰まっておりますので、はい、なんかちょっとあの大人な感じの、はい、アダルティな感じの、はい、曲をまたあの新たな水木奈々として聞いていただけたら嬉しいなと思っております。と、はい、いうことでライフスキッパー最後はホワイトライでした。これでライフスキッパーは終了です。でもアルバムドリームスキッパーは随時好評発売中でございますので、この年越しに、お年玉代わりにぜひどうぞ。